久美です。別に合わせなくていいんですよ。ね、いつもそうされるとさ、はい、合わせたくなる。定着させていきたい。たくみです。はい、まあということで本日は久しぶりにお絵かき配信ということで、お絵かき画伯、はい、久々に画伯が見れるんじゃないかと。前に、はい、自分がトドの絵を描いたんだよね。トド、ああ、ね、はい、でそれをグッズ化してほしいみたいな。だってこんな売れるわけないじゃないですか、はい、みたいな感じ言ったらめっちゃ売れたんだけど、やっぱ面白かった。あの画伯面白かったじゃなくて、みんなそれに芸術感を、なんか、あ、なるほど、芸術として、そう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 、商品として買ってくれたと。そうそう、やっぱもうその芸術性に惹かれてみんな買ってくれたという、あの実績がありますから。なるほど、はい、自分は一応プラプラシリーズっていう実績を残しているので。じゃあお互い画伯、そうですね、画伯 VS 画伯ということで。画伯ということですね。本日は、あ、皆さんこんばんは、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 ありがとうございます、ありがとうございます。お、早速スーパーチャットいただきました。モッチーさんから、たくみさん、マリアさん、こんばんは、こんばんは。たくみ画伯の絵が見たすぎて、見たすぎて震えてたので、今日の配信が楽しみですとスーパーチャットいただきました。ありがとうございま す。ナイスです。まあ見てろ。いや面白いな、これは任せてください。画伯の絵に注目です。なんかとは言いつつ、自分もちょっと、はい、今回なんかお題がさ、はい、あれなんだよね、もう決ま、何個決まってるんだけど、はい、分かりそうで分からない、はい、分からない、まあ、皆さんは多分知ってる、絶対見たことあるけど、あれどうやって書くんだっけなみたいな、そう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 、はい、そういうやつを書いていこうという企画となっております。はい、まあでもまずは手始めにミッキーからいきましょう。ミッキー、ミッキーマウス、オッケー。何秒、時間は何秒とかあるんですか。あ、そうじゃないの。え、だってじゃないとさ、なるほど、待っちゃうじゃん。じゃあうちが1分とかにします。はい、測りますね、お願いします。それではミッキー、早くちょっと1回イメージさせて。ずるくないですか。オッケー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 、よーい、スタート。出遅れた。え、どうなんだっけ、こんな感じ。すごいパチモン感が出てる。ミッキーでなんてすごいパチモン感が出てる。ミッキーって黒と白だよね。やばいやばい、すごいパチモン感が出てる。困ってる困ってる、すごいパチモン感、あと30秒、すごいパチモン感が、困ってる、パチモン、パチモンがすごい。大丈夫かなこれ。あ、やばい、太った。やばいやばい、あ、こんなんだったっけ、わかんない、もういいや。はい、1分経ちました。はい、せーのでいきますか。はい、いきます、せーの。え、なんですかそれ。え、え、パチモン感がすごいですけど。うちめっちゃそんなん言ってるから勝ったと思ってた。パチモン感がすごいさ、うち勝ったわって普通に思ってたんだけど、何それ。え、ちょっとこれで良かったのか分かんなかったので2種類書きました。もう自分、いや。確かに、はい、それミッキーだわ。はい、まあ、パチモン感があるミッキーとなっております。これは何ですか。これミッキーだね。鼻どうしたんですか。コアラみたいです。
どっちがミッキーでしょう。皆さんの投票で10、9投票。ねえ、そういうのやめなよ。言い出したのはたくみさんですよ。はい、ミッキーでした。はい、ミッキーでした。まず、あ、でもね、これは手始めにっていうだけなので、そうだよね、今後あの、まあ、これはなんとなくね、まあ、これ自分もミッキーって分かるようで確かに分かんないもんな。はい。いや、分かんないよ。これは仕方ない。あ、すいません。ありがとうございます。マリアの勝ちとか聞いてる。マリアさん、マリアさん、マリアさん。マリアちゃん、なんや。はい。こんなんでいいの？はい、じゃあ、はい。はい。お次まして、なくしました？うん。ここですね。え、その冷静な。次何？お次は。意外と見ると思うんですよ。絶対子供の時とか見てたんですけど、うん、今思い出したら分かんないんじゃねっていうのがあって、ひろしさんからお1000円のスーパーチャット1000円つって1000円のスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。え、またすずりで出していいですか。今の消しちゃった消しちゃったはい、消しちゃった。なんだっけ。はい、ちっちゃい頃には見てたけど、今見たらもしかしたら分かんないんじゃないかっていうやつをちょっと探してみました。これはクレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん絶対見たことあるじゃないですか、うん、でも意外と書いてって言われたら分かんなくないですか。自分は分かんないですけど、なんかこういう顔してるよ。えどういうことですか。ちょっとあんまり伝わっいや。はい。ということで、綴りで出してくださいが結構来てますね。面白い。はい、お、ここからだと見えない。ちょっと待ってね。ひろしさんからまた、またひろしさんから。スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、クレヨンしんちゃんね。オッケー、あ、かからないと。いきます。クレヨンしんちゃん、はい、絶対見てたけどわかんないもんですよね、はい、いきます。よーい、スタート。髪の毛どんな感じだっけ。あ、やばい、似てるかも。あ、やばい、これ来たかも今。え、1分っていうのがまたなんか考えられなくて。え、こんなんだった気がする。全然わかんない。違うって。はい、1分経ちました。ごめんなさい、14秒過ぎた。はいはい、ちょっと分かんないかった。あの、でも特徴は捉えたと思う。はい、自分も特徴は捉えてると思います。はい、いきましょうか。せーの。それっぽい。
毛特徴的なんだ。眉毛描いてなかった。この企画笑い死にそうです自分。そんな顔、ね、髪と顔丸いの。え、こんな、なんかスヌーピーみたいな顔の形してた気がしたんですよ。で、眉毛は極太だって気がするんですよ。あ、それがさ、あれだね、それがマリアの中で想像できたんだ。うちこういう、はい、ちょっとその画像が見たいですけど、頭の中のある。そう、待って、え、どんな顔、本当の顔が全然思い出せないんですけど。そういえば耳がないな。どんなんだったっけ。なんか絶対見たことあるけど絶対これじゃない。難しい。たくみさんが面白すぎる。なんだろう、こんな感じじゃないだろ。分かんなかった、これだ。あー、なるほど、この姿をイメージしてたってことですね。横顔だったね。横顔しか出てこない。確かにこの印象強いかもしれないですね。これ、あ、縦にしたら多分こんな感じです。面白い。はい、こんな感じですよ。こんな感じ。はい。あ、まゆこさんから、はい、やはり匠画伯のアートは裏切れませんね、素晴らしいとスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ナイスです。はい、あのグッズ、はい、グッズ化します。お、許可取らないとクレヨンしんちゃん。著作権に触れなさそうです。大丈夫そうです。嘘。はい。まあ、眉毛でも眉毛足したらクレヨンしんちゃんなんじゃない。あー、ぽくなったくない？なんか田舎臭さが増しました。はい。こんな感じでございます。はい。ね、そんな笑う？いや、面白いです。これがわからないならまだ絵心ない。あ、なるほど、自分のセンスがちょっと追いついてないみたいで。あ、すいません。いやー、これは楽しいです。じゃあどうぞ次のお題。次、うちは、はい、じゃあうちは得意なやつ言っていい？お、何ですか？わさ。わさ、え、毎日見てるじゃないですか。ずるくないですか。ちょっとわさの顔、ちょっと待ってくださいね。皆さん分かるかどうか分かんないので、ちょっと、え、今 見ちゃうんですか。顔見れてますか。見れてますよね。すいません、すいません、なんかね、落ちちゃいました。すいません、申し訳ございませんでした。わさの顔はね、わさの顔、わさがいいです。はい、似顔絵。はい、で、わさの顔は、こちらです。自分の愛犬わさです。わさくんの顔を描いていきます。ワンコ苦手なんですよね。動物苦手。動物難しいよね。はい、わさわさわさ、はいはい、わさの、これはうちマジで得意。まあ愛犬ですから、ね、そうですね、愛犬ですもん、うん、それではいきます。まあ、1分ぐらいでっていう感じで、あ、もう諦めたんですね。はい、あの書いてるのに夢中になりすぎて、さっき30秒ぐらいだったから。あ、なるほど。じゃあ、ある程度見ておきますね。はい、1分いきます。よーい、スタート。うまいかも、これマジで。
できました。まあ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 、はい、いきます。はい、せーの、わさ、わさ、わさじゃない、これシワがすっかり、はい、わさです。え、それさ、ごめんごめん、言っていい、ハルマじゃない？あ、確かにちょっとハルマ感あります。これわさです。皆さんどうですか、シワ少ね、ちょっとこれはマジで見てる、わさっぽくない、胴体ひどいですけど似てます、ほら、あー似てる、わさだ、あ確かに春馬感、春馬っぽい、秋田犬っぽい、はい、うわー、とりあえず顔四角くしとこうと思ってこれは勝ったね、これは負けましたね、シワ少なすぎたな、愛が勝つ愛犬ですもんね、はい、もう愛が勝っちゃいました、これは、いや難しい、確かに春馬っぽいな、あすごい、皆さんからかわいいとかを来てますね、ありがとうございます。ゆうこさんから、たくみさん、まりあちゃん、こんばんは、こんばんは、今夜は新たなキャラクター誕生の予感がします、楽しみとスーパーチャットいただきました、ありがとうございま す, います、ナイスです、くそくそ、じゃあいいよ次出して、はい、やっぱ自分たちって千葉県船橋市に拠点を置いてるじゃないですか、うん、で船橋といえば、まあ、非公認キャラクターではありながらもふなっしーっていうキャラクターが、まあ、全国的に有名な、はいね、はい、千葉くんは千葉として有名じゃないですか、でも船橋市といったらやっぱふなっしーかなと思って、うん、ふなっしーとかどうですか、絶対見たことあるじゃないですか、ふなっしーはなんかさ結構差し入れでもさ、はい、なんかキャラクターぬいぐるみとかさ、はい、いただいたこととかもあるし、割とでもかけって言われたら難しいかなと思って、あいや、いけますよ、おー自信があるみたいです、フラッシュは横じゃなくて縦だから全然思い出せないんだよな、とりあえずいきましょう、はい、いきますよ、よーいスタート、ナッシーの手って何？なんかあるよね。ごめんフナッシー、すっごい買った。あ、待って、ぽいかもしれない。いけた、いけました、かけました、はい、ふなっしー、自分もかけました、はい、いきましょう、はい、せーの、ほい、あ、なんかかわいいなんか葉っぱみたいなのついてませんでした、数回見るね、ふなっしー、ふなっしー、わっ声ああ、ふなっしーだ、ましー、普段やられないことをやるもんじゃないわ、あのどうしたの、どっからこう、ふなっしーなんかどれが普通なんだろう、これ
あ、それじゃないですか、でも一応。あ、え、待って、似てるかも。ちょっと待って、うちも似てるかも。え、こちらです。見て、うちのほっぺ。マリアさん、ふなっしー。高見さん、ふなむし。ふなむし。確かに触覚生えてて、でも葉っぱだったわけね。なんか服着てるなって思ってたよ。あ、そういうやつだったか。なんか幼稚園児みたいなイメージが。こういう、うちオーバーオール着せちゃった。あ、でもオーバーオールだね。オーバーオールだね、これ。ほらほらほら、洋服は特徴を捉えてます。でそう、でそう、でそう。はい、でそうって何。フラッシー、身長90センチ、体重35キロ。すごい情報。90センチ、ちっちゃ。へー、似てる。イエーイ、でそう。うわー、これでもまあマリアの方が似てるね。やっぱワサで負けたんで挽回しないと。ナシは難しい。ナシなんか闇落ちしてる。いやー難しいわ今のは。じゃ、意外と難しいですね。じゃあみんな出そう、突っ込みすぎる。僕自然に出そうって言ってたんで。そうだ、いや意外とほらノイズかかって意外と聞こえないかなと思ったけど。確かに聞こえたね。全然はっきりと聞こえてました。出そう。今4対3対13対1、2、そうですね、3対1。まあでもどうしましょうか。じゃあなんかもうあれでいいんじゃない、お互いの顔。おお、え、悪いですけど得意ですよ。うちも得意だよ。マリアの顔描きやすいかも。あ、それはちょっと、え、描きやすい、描きやすい。うん、もういい、描いて。こういう感じです。何それ。いや、ちゃんと描ける。ちゃんと見て描くね。はい、じゃあこれちょっと2分ぐらい欲しいかも。あー、ちゃんと描きましょうか。うん、わかりました。いきます、よーい。あ、じゃあ、お互い待ちましょう。はい。あ、そう、2人とも一人が書いて先見せる。ああ、なるほど。一人が書いて見せる。あ、はい、オッケーオッケー。じゃあどっちいきます？じゃんけんで決める？はい。勝った方が先に書く。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先に書きます。グーのやり方間違った。長谷さんに。そう、グーが女の子っぽくなっちゃうんですよね、自分。本当はこうらしいです。こういうグーが正解。今どうしてたんですか？ああ、指が折れるやつですね、このままいったら。そう、こういうなんかね、スターダム、あの遺跡会見の時に、はい、多分皆さん、いろはたくみ遺跡みたいな、うんうんうん、対談みたいな、わかんないけど、そういうのを調べたら出てくると思うんですけど、はい、長谷さんとツーショット、はい、その会見みたいな感じして撮ったんだけど、はい、素晴らしく指すま待ってる人みたいな。グーもできなかった時代、まあ、今はもう癖では出ちゃうんだけど、はい、その時22歳とかだったから、そう、22歳ぐらいだったからさ、22年間そのグーで生きてきた。癖はなかなか抜けないですもんね。だって写真撮りますって言ったらみんなやっぱりそれなり決めていくじゃん、はい、じゃうちのポーズこれ。しかも指。はい、あ、まあということで、はい、あ、じゃあマリアからね書いていきます。はい、どうぞ。伊達にね、プラプラシリーズ書いてないんでね、得意ですよそりゃ。よーい、スタート。ほら、画面の匠さんを見ればいいんですか。やだ、向きが逆。さあ、
皆さんの反応も見ていきたいものですね。なんか結構いろいろなんかねオーダーも来てるよ。何ですか？ドラえもん帰ったらどうですかとか。ああ。あ、私んちのお母さん帰って、私んちのお母さんって誰？え、見たことないです。漫画ですね。髪伸びましたね。あ、はい。ダンプさんって怖かったですかっていうことかな。ダンプさんはあの、はい、やっぱあの自分思うんですけど、本当レジェンドの方たちって雰囲気がもうすごいんで、たたずまいというか、なんかあんま試合とかでビビったこととかそういうのってあんまないんですけど、やっぱレジェンドの人たちと試合するときってなんか圧というか本当に圧があるんですよ。なんかこう一歩動かれたらなんか空気がうわってこう押し寄せてくるような、はい、本当にそのやっぱ、ね、年間310試合もしてた方ですから、うんうんうん、やっぱりリングのそのリングを物にしてるというかそういう圧があるので、あごめんそのまま来ますはい、解けました。あ、でも見せるのは後でいいですね。今見せていいですか。はい、いきます。 3,2,1 ほいどうですか。伸びてるこれを書いて宇宙人が話してるみたいになってますって。そう、あれはあれは宇宙人。本当だ本当だ本当だ。なんでなんで一瞬一瞬声がね、なんでだろう、たまになるの。これは何なんですかね。え、でもなんかすごいなんか美化してくれてる。てん、え、美化されてる。そうですか。刃が出てるんだね。え、チャームポイントじゃないですか。いや、なんだっけ、だと思うじゃん、はい、削ったの刃。え、だいぶ前に自爆するから。あ、自分で切っちゃうからって。そう、自爆、自分の唇とかをザクザク今まで切りすぎて縫ったから、その時に丸く、はい、刃を丸くしてもらって、そう、ずっとこのイメージがあります。自分はとんがってるねそうけどね、そう、自爆するから丸くね、そしたらあんま切らなくなった口の中を。やっぱ大事ですね、歯って大事ですよね、うん、へー、ニューバージョン。本当うまいって。髪だんだん伸びてるバージョンです。イエーイ。じゃあ次うち書いていい？はい、楽しみにしてます。今のこの髪型で書かれるのすごい絶対ブスになるじゃないですかね。若干ほどいて。ほどくともっとブス。どうしよう。どっち？どっち？どっちなの？そのままでいい？はい。あ、あ、マリアっぽい。あ、本当ですか。じゃあこっちでいます。恥ずかしい。なんかこうね、センター分けの人がね下ろしてるとね違和感がすごいんですよ。
負けよって話ね。あ、音直りました。よかった、ありがとうございます。姉さんって感じそうなんです、髪伸びました。普段はね巻いてるからね、もうちょっと短くなっちゃうんだけど、意外と伸びてるんです。いつもと全然イメージ、ああね、巻くのと巻かないのではだいぶ変わりますよね。アホ毛がね、切れ毛がすごいんだ、ブリーチしてるから。楽しみ。匠が履くの毛量に期待してます確かに過去の画伯のイラスト全部毛量やばかったですよね、そういえば。うわ、そうじゃんはい、匠画伯真剣です。ちょっと目が違かった。そうなんですよ、巻くとねアイロンの熱がちょっとあれで色落ちが結構早いです。ピュン、輪郭もちょっと違かった。輪郭もう顎尖ってるもんね。尖ってますか匠さんの髪の色と、あー、まあ赤系統ですからね、マリア紫だけど。でもね、一回ねちょっと紫以外の色もしてみたいんですよね。楽しいみって。この口じゃない。あ、めっちゃ今までで過去最高にうち今悩んでる。おお。何を迷ってるんですか？え、なんかパーツパーツが見て書いてるんだけど、うん、はい。口が違かったり、目がちょっと違かったり、眉毛が違かったり。おお。はい、できました。お、楽しみ。いきます。本人はこちら、バン、顎とんがってるそして相変わらずでも結構捉えてないですか、毛量、毛量そうですね、顎すっげーとんがって違う、笑わないで。あ、そうでもなかった。こんなんでした。これ違うの。これも違うの。なんか。え？なんで口こんなとこにあるんですか。どうしたいんだろう。深川亮太が来てるし。モッチーさんから拷問。スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。人中長すぎません？人中、あ、ここうん、面白い。おお、極端、似てきたもうちょっと目細くていいかなそうですね、自分そんなに目大きくないんで。結局全部変えてるあー面白い、怖いよやっぱり毛量とか。あ、できましたお金納豆みたいじゃないですかちょっと待って、似てるかも似てるいいでうん、似てる、やった、ありがとうございます。
こんな感じあでも涙袋涙袋書いてはい老けた老けたえ違ういやでもえ似てるどうですかどうですか心霊写真みたいでハイゴレハイゴレでもマリアがめっちゃなんか美化して書いてくれたからうちもちょっと今日気合い入れたんだけど、はい、気合い入れた結果がオカメ納豆になりますなんかちょっと自分でも思ったのと違かった生首で毛量すごくてうん面白い逆にこういうのどうですか自画像あーいいよじゃあこれラストねはいラスト自画像いこうラスト自画像いきましょう OK これ読んだはい読みましたすいませんモチーさんから拷問スーパーチャットありがとうございますナイスですさよならはいいきます自分の自画像ねはい自分を見ながら描けばいいのか自画像って意外と難しくないですか人の顔を描く方が得意です。多少の美化は許してもらって。自画像自分のプラプラシリーズも描くときにね一番迷ったんですよどうやって描こうとか本当にね難しい できましたお早っはい、まあ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 はいいきますはいせーのほうれい線あ、反対だったあ、プラプラシリーズの顔に似てる思いつかない、まあ、やっぱ釣り目だなっていうところと、はい、なんか笑った時の性格悪そうな感じを出してみましたあ結構似てないいろはたくみですマリアですちっちゃすぎたな書くのはい、はい、というわけで皆さんどうでしたでしょうか
まあ皆さん満たされたんじゃないですかね、はい、久々の画伯が、はい、いやー画伯やっぱ面白いですね、見てて笑顔になれますいや芸術なので、はい、まあ、商品発売は割とます、ます、あれですよ、レアなのでなかなかしないですけど、ポンポン出せないですね。そうそうそう、そんな、うんうん、ね、ほらピカソ、はい、とかもそんなね、やっぱレアじゃん。そうですね。だからあの出た時はまた皆さんレアだと思って買ってください。はい、マリアのそのうまい、はい、とかはあのマリアのすずり、はい、でプラプラシリーズで選手みんなのやつを書いてくれてるので、はい、ぜひぜひ、はい、皆さんぜひお願いします。まだねミオさんとリンさんが寮生のあミオさんとリンさんとアイちゃんとってね全然まだ書けてないんですよ。じゃあその他の人たちも時間がある時に書くということで、はい、そうなんです、絶対に書きます、待っててください、絶対に書く、時間はかかるそうあれすごいよね、携帯でやってるんでしょ。そうです、携帯で手でこうやって書いてるらしいです。すごいっすよね。あれは自粛期間に始めたからできたことなんですよ、暇すぎて自粛隔離期間クオリティがすごい、時間があったとしてもあんなの書けないもん唐突にコスチュームの写真くださいそう、はい、はい、もちさんからたくみさんの自画像そんなに老けてないですよ薄バージョンといただきました、ありがとうございます、ナイスです。いや別に老けてると思って書いたわけじゃないんですけどこうなっちゃいました、自分の顔見てたら。でもここに線ができるってことはよく笑ってるってことですよね、うん、いいことだ。そう、噛んだ、ここ笑っちゃうんですよね。はい、東正明さんからたくみが北最高とスーパーチャットいただきました、ありがとうございます、ナイスです。ともちゃんさんからたくみさん鏡見て書いた髪の長さ逆、あのこれ自分で自分たちで見ながら、ね、はい書きました、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ナイスです。はい、はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございます。次回のマーベラスの大会は3月22日マーベラス新競馬大会でございます。会場18時、試合開始18時半、合ってたっけ18時半の7時開始です、はい、はい、長代組おきりんさんからプラプラシリーズ楽しみ全員集めちゃおう、匠が吐く最高でしたとスーパーチャットいただきました、ありがとうございます、ナイスです、はい、ありがとうございます。はい、現在ですね 3AW のタックリーグ戦が行われております。もうね 3AW のタックリーグの A ブロック B ブロックからは対戦カードも出ておりますので、うん、マーベラスの選手のツイッターもしくはマーベラスの公式ホームページから、チェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。もっちさんから今日の配信も楽しく拝見できて仕事の疲れも吹っ飛びました、ありがとうございました、ありがとうございます、すごいちょっといただきました、ありがとうございます、ナイスです、仕事の疲れも吹っ飛ぶって最高じゃん、ありがとうございますありがとうございます、はい、はい、ということでマーベラスじゃんけんですね、もう慣れてきた、お、はい、何出します、はい、あ、はいはいはい、それでは行きましょう、せーの、明日もいい、慣れてきたんじゃないんですか、違う、あの出すタイミングだけ分かってきたってこと、ごめんあ、なるほど、ごめん言葉はまだゼロだと、はい、そういうわけです、あ、東正明さんからマリアちゃんもたくみちゃんも試合頑張れとスーパーチャットいただきました、ありがとうございます、ナイスです、はい、それでは行きましょうか、はい、せーの、明日もいい日になるマーベラスじゃんけんじゃんけんポン、グーちゃんとできてます、素晴らしいはい、パーを出した方は明日パッとした素敵な一日になるでしょう、でしょう、しょしょう、いや本当にこの言葉を考えれるのすごいなと思います、あの自分はもうボキャブラリーがこれしかないですパッとした一日になります、なると思ったらなる、嫌なことはもうパッと流しましょう、流しましょう
パンと流すってあんまり聞いたことないですけど。まあ流してくださいパッと、はい、それでは、はい、最後の締めを自分がやります。はい、はい、いきます。コロナに負けるな、さよなら、マーベラスパッカンピッカンアントラチー、ありがとうございました。バイバイ。